劣行状態の肛門部劣行は一般に切れ字と呼ばれるもので便秘などが原因で硬い瓶が出た場合などに肛門部が切れることによって生じる劣行になると市場線よりも外側には痛覚があるため排便時に鋭く強い痛みが起こることが多いまた排便時以外には痛みではなくかゆみを感じることもある自覚と比べると出血量は少ない トイレットペーパーで拭いた時に少量の鮮血が付着する程度である。軽度の劣行は歓迎剤や外用薬などで治療する。同時に排便方法など生活習慣の改善を指導することもある。排便時に鋭い痛みがあるから排便を控え、排便を控えることが瓶を硬くし、硬い瓶が出ることでさらに切れて痛むという悪循環に陥っている患者もいるが、 この場合などは放置すると慢性化しかねない。なお、肛門の緊張が非常に強い場合には、肛門活躍筋を伸ばし肛門を広げることもある。また稀に、肛門活躍筋をわずかに切開するという手術を行う場合もある。しかし基本的には、薬で治すことが一般的である。慢性化すると、肛門狭窄を起こすことにより、さらに切れやすくなる。 こうなってしまうと薬で治すことは難しくなる。慢性化した劣行周囲には肛門ポリープや見張りイボと呼ばれる突起ができやすい。さらには可能して痔瘻を生じることもある。痔老を生じると痔老が原因で癌になることもある。肛門狭窄を合併するような劣行では手術が必要な場合がある。ただいずれにしても劣行の治療中は排便後に入浴するなどして 肛門周辺を清潔にしておくことが望ましい。それからわずかではあるが出血することもあるので、切れ痔を患った後、大腸などに異常が生じて出血した場合に、それも劣行によるものと思い込み、大腸がんなどの病気に気づくのが遅れる可能性も指摘されているので注意が必要である。なお、排便時に痛みを感じないのに出血する場合は、劣行ではなく別な疾病による出血である。 可能性が高い。また仮に排便時に痛みがあっても出血がある場合は別な疾病である可能性も考慮した方が良い。特に出血量が多い場合は劣行以外の疾病であると考えて良い。ありがとうございます。